はい、どうもこんばんは。こんばんは。どうもどうも、1ヶ月ぶりの、ご無沙汰でございます、レディーガガと申します。もう初めまして。案の定受けないということで銀座 JWTV 銀座工事コーナーはホークズナイト、また第2回目の放送させていただきます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日はカメラの前でたくさん見ているということで歌っとるので非常に緊張してますけど、今日はあの素敵なゲストを迎えて、約1時間、送ってきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあホークでナイトということなので、ホークを中心にやっていきたいと思ってるんですが、今日はちょっとあの、前回がかなり、ドホークを歌ったものですから、まあ、非難まで受けなかったんですけれど、あのもうちょっと、ちょっと僕のこだわりの歌を歌っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは1曲目、とりあえず飽きられないうちに1曲目はオリジナルを歌わせてもらおうかと思います。待っていたいという歌を歌います。Oh
待っていただいて聴いていただきました。1曲目、はい、この歌はあの、昭和58年ぐらいに作った歌で、まだ10代の頃ですね10代の頃ピチピチの頃なんですけど、想像できない、まあ、プチプチのところは想像できますからね一応この歌あの最初作ってた頃の時はですね、女性側からのこう見た雰囲気のこういう女性が理想だなと思って作った曲が多かったのかなと思って、まあ、女性側の今度歌気持ちの歌だったんですけど、であまりこの歌途中すごい期待な時があって、でふとした時にライブで歌わないからこの歌を歌ったんですけど、そしたら一人女性が感動してくれましたよ、ね、いい曲だって言って、えどうしてですかって言ったら、やっぱりそのこの思いとちょっと重なったみたいで、その旦那さんがアメリカに残ってて、で自分は日本に帰ってきて、で結局離れ離れになって離婚したんですね。で離婚しちゃったんですけど、まあお子さんがいるからまあたまにやり取りしてて、で離婚したのかな、ちょっと今作っちゃったけどね、まあまあ離れ離れになったの、まあ、ただそのきっかけで旦那さん亡くなっちゃったんですね、でちょうどその頃にこの歌と出会っていただいたみたいで、非常に重なったということで、なんか この歌に魂をいただけたかなと思って、それからの大事に歌えるようになってきたというのが実際です。まあそういうことでした。今日あのツッコミ の福田、そう名前伏せますけどね、すままるまる福田さんがいないんで、静かに喋らなきゃいけないと思うんですけど、普通喋ると早く歌えって言われて違うツッコミになりました。はい、ということで、それではじゃあ2曲目になります。2曲目が今日はちょっとフォークで、一番最初にギターをねあのこうやる企画をいただいたアリスの歌をちょっと見ようと思って、ただ一人で歌うんで、あの盛り上がる歌はなかなか歌いづらいので、静かに。ちなみにあの今日4月18日は何の日だと思うんですか。おー来ちゃったよツッコミ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日何の日だ早速ミドルパンチです。今日あのなんとあの連合艦隊司令長官山本五十六の命日なんですね。今日ね、あのニューギニアに視察に行った時、その時に、まあ、亡くなっちゃうんですけど、まあ、連合艦隊司令長官山本五十六ってことになると第二次世界大戦ということ で、あのアリスの中で、まあ、戦争を直接描いたあの曲はないんですけど、砂塵の彼方というあの歌があるんですけど、これがあの、まあ、歌い出しが外人部隊で始まるんですけど、まあ、その戦争行く兵士の気持ちを持った曲ですね。それをちょっと初めてこれ僕弾き語りで覚えた歌なんですけど、今日は、新鮮な気持ちで歌いたいと思います。アリスの歌、砂塵の彼方。
国のためにではなく思い出だけを守るために愛する人を守るために復興を求めるわけじゃないけど幸せを望んじゃいけない時がある私は明日を信じない今日がなければ アリスのナンバーから砂塵の彼方で聴いていただきました、はい、いらっしゃいませやってましたよ、もう3時間前から今日はちょっとアリスの、ね、歌を、歌おうかなということで、決めてきた曲が、アリス特集と決めておきながら2曲しか決めてきないっていうよくわかんないんですけど、次の歌をですね、まあ、仲間がいればですね、踏みの稲妻とか涙の誓いとか、今はもう誰もとか歌いたいんですよ。一人だと様にならないので、だいたい米安が一人で歌ってたような歌を歌いたいと思いますけど、じゃあ次の歌は、この歌も、割と、僕も自分のライブで歌ったことはありますけど、ここで歌うのは初めて、カリフォルニアに憧れてという歌です。昨日映画を見た、若いカーボーイの物語、青い海と夢を求め、テネシーを後にした、テキサスで老人に息を吐きながら、どうして不幸を探すのか、お前はバカだと言った。カリフォルニア、カリフォルニアに憧れて旅は続く。汗ならし大地を
耕す農夫の姿、なぜか立ち止まる。おキャリフォルニア、キャリフォルニア、憧れて旅は続く。病に倒れてしまった。熱にうなされた時、ママの声を聞いた。ちょっと暗めな歌だったんですけど、途中ちょっと、歌詞がですね、ちょっと、飛んでしまったんです。おかしい時はおかしいと、いや、この歌はカーボーイがこう西を目指してね、ゴールドラッシュの西を目指していくという旅の歌なんですけど、ニューメキシコ、じゃあ一番最初なんだったっけ、わかんねえな。まあ東から西に向かっていくんですけど、ニューメキシコ、次どこだっけ、あってこう地図を思い浮かべながら歌ってて、で、あ、アリゾナだと思って今出たんですけど、まあアメリカに住んでいたことのある方はね、その辺はよくわかってるんで、恥ずかしいなと思ったんですけどね。今日2回目の放送ということで、今日もですね、たくさんの方がこの画面の前に見てるということで、ドキドキしてるんですけどね。どんぐらいですか今。数字出るんですよね。まだ大したことないみたいですけど。まあそのうち、録画でね、結構見てくれる方もたくさんいると思うんですけど、まあ一応この題名がですね、僕の番組名が銀座、工事コーナーホークでないとということで、まあ、ホークを基調としてやっているんですけど、まあ、前回はちょっとね、歌謡曲や演歌やら歌ったもんで、非難中傷を浴びたもんですから、ちょっと遠慮しようと思ったんですけど、ただこの歌良かったねって言われた歌を歌っとこうと思って、またちょっと歌したいです。昭和46年レコード大賞受賞曲、また会う日まで。その訳は話したくない、なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき全てをなくすから、二人でどう二人で名前聞いて、
まで会える時まで、あなたはどこにいて何をしてた、それは知りたくない、それは聞きたくない、ついてたどうでもよかったとかちょっと、まあ、トラブルがありまして、緊張の中にド緊張してしまいましたけど、はい、ということでですね、僕のコーナーはこれでおしまいということで、ごちゃん冗談じゃない、今日はせっかく皆さんお気づきだと思います、ここにあの CD がありますね、この CD、武井武さんという方が、今日お招きしてます、もう10年来の友人であります、ただの友人です、言っときます、ただの友人です、はい、じゃあ登場していただきましょう、武井武雄さんです、どうぞ、どうひどいもんですからね。ただの友人の武井武です。ありがとうございます。今日本当にありがとうございますね。はい、いや本当に、はい、あの急にお誘いいただいて。久しぶりだね。本当会うのも久しぶりなのに。本当ここで会う。本当いきなりゲストに出させていただけるとは光栄でございます。まあ、これも実はですね、僕の他の音楽の仲間がですね、武井さん最近いいよって言ってくれたんで、え、本当ですか、本当です、その人に俺言わないと、それ後であの言ってます、はい、もうそれをちょっとあのいやいや信じて、であの YouTube とか見てみさせてもらった、裏切ったらどうしよう、あの僕と武井さんが一番最初に知り合った場所はなんとですね、なんとなんとなんと あそこにいるあのスマイリーまるまるさんの、はい、あのと同じでもうバックステージなんですよ、そうバックステージで女性ボーカリストの確かにあのそうですよね。でもね、武井さんを見に来たんじゃなくて、違う、多分ね、カオルさんから出てくるかもしれない、もしかしたら。カオルさん。もしかしたら。ちょっと、よく覚えたけど。はいはいはい。武井さん、最初1曲目びっくりですよ。太鼓叩き語りから始まった。1曲、ね。もうギター弾き語り、ピアノ弾き語りよく見たんですけど、太鼓叩きながら歌う人って初めて見たの。それがこの方です。で、はい、しかも太鼓だと。他に伴奏あるならいいんですけど、太鼓一本で太鼓一本本当チャレンジングですよね、あの衝撃はね、忘れられないですね、最近あまりやってないんで、またやりたいなと思ってるんですけど、今日ちょっと太鼓持ってこなかった、すいません、コンがありますコンが太鼓の叩き語りで自己紹介の歌っていうのをやってたんですよ、あ自己紹介、その時はそれやってたかあれなんですけど、うん、でもね、バックステージで会ったことは全然違う、そう、私もバックステージだったのはすごくよく覚えてます、覚えてます、はい、そうそう、コーディさんといえばバックステージっていうイメージ、あ、そうですか、もう今はなくなっちゃいましたけどね、そうなんですよね、いや、失礼でしょ、嘘マスターもなくなっちゃったんですけどね笑えない話です、あら、すみません、あら、そうなんです、まあ、ということで、まあ今日はあのせっかくね、あのお越しいただいて、まあここにピアノもあるということで、あの今日はピアノ弾き語りでね、何曲か歌ってもらうということで、はい、太鼓ではないです、太鼓ではないですけどね、はい、太鼓ここにあるよ、ここに
いいよすいませんな、醜いも見せてもらいましたいい音しそうです。そうだね、うん、とりあえずえ、じゃあそういうことでバトンタッチさせてもらって、それ僕はフェードアウトします。じゃあ、たけさんよろしくお願いします。はい、ああどうしよう、ちょっと一つ断っておきますが、私の曲は全然フォークじゃないフォークじゃなかった。あ、本当ですかちょもうちょっとフォークっぽい曲を用意してくればよかったなとちょっと思ったんですが、コージーコーナー終わり、じゃあ武井たけるコーナーということでどうぞ乗っとるぞみたいなはい、じゃあ皆さん温かい目で見守ってくださいよろしくお願いします、はい、あではですね、2曲ほどやらせていただこうと思うんですが、皆さんお花見行かれましたか。お花見、あれしてない、あれしてないですか。もう散ってしまいましたよ。はい、そんなね、花、桜の花がこう舞い散る様子を歌った曲をやろうかなと思いまして、ではちょっと用意しますはい、ペダルが逃げないように。あのこの曲は私前中目黒の近くに住んでたことがあって、目黒川の桜を一人寂しく眺めながら作ったそんな曲をやりたいと思います。風に揺れる花。瞬間
とうございます。はい、風に揺れる花でした。もう完全に私後ろ横向きになっていて本当すいません。これちょっとピアノ上げてもいいですかね。ピアノの音量ダメですか、ね、ピアノがある大丈夫ですかね。バランス放送そうですねわかりましたではまだはい、じゃあちょっと宣伝をしたいと思うんですが、こちらにですね置いていただいていますが、あの CD リズムというタイトルなんですけども、あの2年ぐらい前ですけども作りまして、3曲入り1000円販売しております。あの CD ショップとかには流通していなくて、あ、ありがとうございます私の手売りか、まあ、インターネットの販売のみ。あ、お願いします。あの本当に1枚と言わず2枚3枚がっさりリズム、あの今日は弾き語りなんですけど、こちら全然違っていて、あのかなり立派なバックトラックが、あのカラオケっていうとちょっとしょぼい聞こえるんでかなり立派なバックトラックを作っていただいてお願いして、すごいかっこいいアレンジというか、あの凝りに凝った感じのアレンジになっているので、コーラスとかもいっぱい入っていて、私が一人で全部コーラスもやってるんですけども、ぜひ聴いていただけると嬉しいです。はい、というわけで、じゃあこの中から1曲やりたいと思うんですけれども、3曲入っていて最後に入っている曲で、お先にという曲がありまして、お、ありがとうございます。これも春の曲で、まあ、前向きになんか会社とか、皆さん会社帰りですかね。そうでもない、あ、会社帰り、まあ、私も今日会社帰りなんですけどね、いろいろ会社まあいろいろね、辛いことがあったりすることもあるかもしれませんが、こうさらっと綺麗に忘れて前向きに生きていこう、そういう曲です。はい、ではお先に。
とうございます。はい、お先に。え早いアンコールもっとやっていいんですか？本当ですか？あ、じゃあもう終わりませんよ、マイク離しませんよじゃあですね、あまり準備してきてないんですけど、やっちゃいます、もう一曲。はい、今日はまだ雨降ってないですね。これ歌って降ったら嫌だなと思うんですけど、雨の歌をやるかと思います。はい、そうですね、ちょっと説明しますと、1番は虫が主人公で、2番は鳥が主人公です。で、1番は私モンゴルに行ったことがあるんですけど、モンゴルでバッタのちょっと大きいのがですね、日本のバッタってこうピョンピョンって飛ぶイメージだと思うんですけど、こうバーブーってずっと飛んでたんですよ。バーってでパタ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 って、あ、バッタって飛ぶんだと思ってこのまま海まで行けるんじゃないかなって思って、そんな歌詞を書きました。2番は、まあ、鳥がオーロラを見にアラスカを目指すって、私アラスカに行ったことがあるんですけどオーロラ、そう、旅人なんですってそんなね、オーロラを見に行きたいなっていう、まあ、そんな2番は鳥がテーマということで、じゃあ聴いてください。鳥雨。Thank you.
ました。はい、いっぱい歌ってしまいました。武井武です。盛大な拍手、ありがとうございます。ね、せっかくだからね、CD よろしくお願いします、はい、ということで、はい、せっかく久しぶり、本当久しぶりだよね。本当です。3年ぶり、2、3年ぶりか。うん、多分2人でね、1曲ぐらい歌いたいということで、僕もさっきリクエストして、やりたいなと思ってるんで、はい、初コラボ、ね、初コラボで ね、はい、ね、一緒に会ってはいるけども、なんて言うんでしょう、初恋がこう、成就したような、そんな何言ってんだ、何ほら言ってるんだろうか、分かんない。じゃあ、ちょっと準備しましょうか。じゃあ、はい、場所チェンジしましょうか。そうですね、コウジさん、今度はピアノを弾く。僕がピアノ弾いちゃう。おっと、最初割れちゃってましたね。うん、最初割れちゃった。ちょっと PA のトラブルが多少。やっぱり最新の技術はうまくいかないこともあるんでしょうか。ということで、何を歌おうかって言っておきながら決めてたんですよね、僕ね。はい。春、だからちょっと過ぎてはいるけどね、多分中には留年してる人もいるんで、ちょうどいいのかなと思うので、2人でね、卒業写真をじゃあちょっとやらせてもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。いいですか。はい、大丈夫です。Thank you.
ございました。ありがとうございました。武井たけるでした。はい、お、ちょうどいい感じですね。武井さん、ありがとうございました。本当にね、急にゲストをお願いして快く受けていただいて、まあ、フォークじゃないと本人言ってましたけどね、まあ、フォークじゃないけれども、なんでしょう、こう独特のリズムというか、そういう、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、なんでしょうね、こうメロディーが、こう僕はこう世界に通用するメロディーかなと思うよ。こうジャンルないなっていう感じがして、ね、いいなと、で、なんとなくアジアンチックでもあり、なんかこうオリエンタルチックな感じがするのものすごいいいなと。最近チックって言葉好きなんで、ね、フォークチックだったりとかいうふうに使ってるんですけど、最後に、1曲、僕が特茶を濁すであれなんですけど、1曲出してください。最後に歌う歌はですね、昔よくソロで歌、ソロでというか、いつもソロなんですけど、歌っていた歌で、自分のオリジナルなんですけど、すいません、思い出に変わるまでという、今日本当にありがとうございました。お忙しいな、ありがとうございました。フォーク、銀座、工事コーナー、フォークでないと、2回目、ありがとうございました。3回目、4回目と続いて、行っていいんだろうか。いいっていう感じで、お願いします。はい、ありがとうございました。I'm not the one who's running away.
次の朝は枕元にレモン一つ置いて、君はこの部屋今度こそ銀座コージーコーナー、ここで終了でございます。また来月まで、お楽しみいただければと思います。どうもこんばんも、こんばんもだって今夜もありがとうございました。どうも失礼します。さよなら。